台風21号から変わった温帯低気圧や前線の影響で、九州北部は昨日から今朝にかけて各地で大雨となりました。午前2時半の福岡市天神です。大粒の雨が地面を叩きつけるように降っています。午前10時までの最大24時間降水量は糸島市で261ミリ、福岡市中央区で 252.5ミリ、佐賀県伊万里市で297ミリを観測し、11月の観測史上最大の雨量となっています。平年の11月1ヶ月分の雨量の3倍近くが1日で降り、記録的な大雨となりました。福岡県佐賀県に出されていた土砂災害警戒情報は糸島市以外解除となりましたが、引き続き雨にご注意ください。明日は天気が回復する見込みです。